皆さんこんにちは。私は日本人です。この文を否定の形にするとどうなりますか？おそらく私は日本人ではありません、私は日本人じゃありませんと答える方が多いと思います。これ全く間違えてはありません。しかし実際に日本に来た方はこの何々ではありません、何々じゃありませんを日常生活で聞くことがめったにないことにお気づきかもしれません。はい、この表現実は日常生活、さらにはビジネスの場面でもあまり使われることはありません。むしろ基本的に使わない方がいいとも言えるでしょう。教科書で必ず習うこの何々ではありませんはなぜ使うべきではないのか、そして代わりに何を使えばよいのか、今回はこちらについてご紹介していきたいと思います。まず結論から言うと、何々ではありませんを基本的に使うべきではない理由は、強い否定で距離感を感じさせてしまうからです。この表現には強烈な否定のニュアンスが感じられます。ただその事実を否定するだけでなく、相手との心の距離も遠ざけてしまう感じなのです。例えば〇〇さんは学生ですかと聞かれた時に、いえ学生ではありませんと答えると、いや学生ではないですよ、なんでそう思ったんですかみたいな感じに聞こえてしまう可能性があるということです。日常生活で何度も使っていると周りの人に話しかけにくい人だと思われてしまうリスクがあります。なので基本的に使うべきではないということなのです。ただこの表現には強い否定のニュアンスがあるわけですから、逆に強くしっかりと否定をしたい時にはむしろ使うべき表現だとも言えます。例えばお客様にプレゼンをしたけど何か誤解が生じてしまった時は、曖昧に回答するのではなく明確に事実を否定する必要があるでしょう。こういった時には何々ではありませんを使うべきです。ただこの表現は少し硬いので、友達同士で話すときは仮に明確に何かを否定したいときでも使わない方が無難かもしれません。では代わりに何を使えばいいのでしょうか。おすすめなのは何々ではないですです。この表現は事実を否定しているものの強いニュアンスがないため、相手に距離感を感じさせることもありません。また友達同士の会話などカジュアルな場面でも何々ではないですを何々じゃないです、何々じゃないなどに変えれば硬すぎることもありません。ほとんどの場面で使える表現なので、フォーマルな場面で明確に事実を否定するとき以外は基本的にこの何々ではないですを使うと良いでしょう。今回は何々ではありませんをなぜ使うべきではないかについてお話ししてきました。他にも話してほしい内容があればぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは今回の内容はここまで、また次回お会いしましょう。さよなら。